豊タカ駅は北海道江別市豊タカにある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は A10、電報略号は徒歩。キーとかの利用が可能であるがカードの販売は行わない。1976年の豊タカ駅と周囲約500メートル範囲。右上が岩見沢方面。短めの相対式ホーム2面2線で間に、 中線一本を有している。校内中央近くに位置する駅舎と両ホームの札幌側端が校内踏切で連絡しているため岩見沢側にホームが極端に寄っている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成現在は札幌市のベッドタウンとして若干の乗降客もあるが1980年代前半 五路までは人家もまばらな地区で通過する普通列車もあった。無人駅であり、自動券売機及び簡易自動改札機が設置されている。豊幌町自治会が券売機の管理と駅舎内の清掃を受託している。地上駅で2面2線の相対式ホームである。駅舎は南側にあり、北側のホームへは校内踏切で連絡する。日の平均乗降人員は、 以下の通りである。周りには鉄道防風林と新興住宅街がある。少し離れたところには水田が広がっている。ありがとうございます。